はいどうも、妖怪三国志国取りを今回もやっていきます。ボーナスいいね、気力、そしてかけら、そしてね経験値玉、最終日ねコンがもらえるんでいいっすね。はい、ということでね、今回はねスコアタックね、レッドジェイ劉備をまずゲットして、ちょっとねスコアタックのいろいろちょっと変わった部分もあるんで、それの話をしていきたいと思います。まあちょっと本当はねレッドジェイをかっこいいな、やっぱりレッドジェイをねゲットするのもうちょっと後の方がね本当はいいんだけど、ちょっと見栄え、動画をちょっと早く上げたいって思ってゲットしちゃってます。でじゃあちょっとまずレッドジェイだけ見るか。レッドジェイはねかなり、あ、ポイントアップもあるんだね。ポイントアップもあるなら先にゲットしてもいいのかな。一応ね敵全体混乱があるんだよね。だからまあちょっといたら厄介かなと。しかも全体混乱だからね、ヒットポイント残り 50% の取り付く、うん、だからかなり使えるっちゃ使えるかなっていうね。うん、前衛だからヒットポイント、前衛だよな、うん、前衛だからヒットポイントをまあ削られやすいですし、うん、必殺もね地獄の怨念玉、あ、なんか違ういつもと。なるほど、うん、敵全体に無属性ダメージプラス全能力ダウン、全能力ダウンってことでね、ちょっと反射が最近ね反射があるんで、反射がちょっと怖いんだけど、うん、国取り制のね獲得ポイントもまあ 50% だから、うん、今の、まあ後でちょっと見るか、あの今のねチバニャン S とかよりはねいいので、ジョローグモぐらいいいのか、うん、だから国取り戦でね使いたいところですかね。うん、ということでまあまあまあ、うん、ゲットしてもいいのかなと思います。であとね今回一応ポイント、 あとねミッションでもね結構宝珠もらえていいよねっていう感じかな。そして郵便は一応今んとこないね。でね今回ちょっとスコアタ今までと違うんだよね。うん、一応レッドジェイが新登場ということで、今回ねレッドジェイ鍛えれば4000超えです。で後半戦のね特殊ボーナスも持ってるみたいなんで、ぜひねレッドジェイを強く した方が、まあ、後半ねよりあの活躍できると思うんで、レッドジェイはね後半戦活躍してくれるんで、ぜひねゲットして鍛えた方がいいのかなと思います。潜在能力もねいいよね。ごめんさっき 見なかったけど、五月族でダメージアップとか、プリッチーなのにそうなんだ。あとは、まあ、火属性だからね、あと獲得勲功アップということで、うん、で今回ね前半戦と後半戦でねボスは違うみたい。だからレッドジェイじゃない、後半戦はレッドジェイじゃないみたいですね。うん、で豪傑でダメージアップって書いてあるから、豪傑なのか誰なのかわかんない、どうなんだろうね。トムニャンだからゴールデンティーとか、あとはなんだろうねダークマスターとか、うん、ねあの辺のビッグボスみたいな感じになるのか誰になるのかっていうことは分かってないけど、とりあえずねボスが違うようですね。うん、で今回注目が、前半戦で解除した編成制限は後半戦に引き継ぐって書いてあるんで、これねいいよね。前回は、解除したねあの編成制限がねもう一回やんなきゃいけなくて、何日か前に出した動画で金貨残しといた方がいいよって言ってたんだけど、それは今回大丈夫のようです。なので、編成制限が後半に引き継ぐので、まあ、前半でねどんどん解除しちゃったらいいのかなと思います。でもちろんねランキングは前半後半と別々なんだけど、とにかくね今回は後半で、編成制限引き継ぐっていうことでねいい改善してくれたんで、ガンガンね前半で制限していっちゃいましょう。そしてね金貨もねガンガン使っちゃっていいのかなと思います。で後半になってもね前半の分の使えるんでそれでいいと思います。であとはランキング報酬とかはいいとして、あとはなんかフィーバーバトルって言ってね、なんかフィーバーがたまにね来るよねということで、そこはなんかねそれに合わせてうまくタイミング合えばいいのかななんて思うんだけどね。チケットを使用すると
できるし、まあね、あの好きなの選べるけど、たまにねなんか来るよね今回はね。うん、でまあそんなとこかな。パックアイテムはいいとして、あとは調整はね、スコアボーナス 5% つくんで、だから前回はね、あの正直うすら影のフクロウ相手だったから、プリチーとかでね、あの小生のプリチーあんまり強いのいなかったんで調整やってなかったんだけど、今回は、うん、調整まで解除してスコア、これねスコアアタックだからね、一番高いスコアがまあそのポイントになるんで、まあもちろんね金貨はあれなんだけど、あのたくさんやれば金貨はたまるんだけど、ハイス一番高いポイントがねあの10位になるんで、まあ、ちょっと今回は調整まで解放するかなって感じだよね。うん、でこれが前半後半はね、さっき言った引き継ぎができるってことかな。うん、そんなもんかな。であとね、特攻についてがここか。特攻とあとレッド J の特徴ね、あの前回の動画でも言ったんだけど、レッド J はね、あの火属性に強く水属性に弱いってことで、うん、水の妖怪がまたいいってことでね、まあ、玄武とかカッパ系がいいのかなって感じ。あと各種全体攻撃の威力が高いが命中率が低いから、回避があれば、まあ、結構かわせんのかなって感じ。あと自分強化の取り付くがあるのでお祓いした方がいいかなっていうところ、あと超混乱が無効っていうところかな、まあ、混乱は効かないよって、まあそれは大体そうだけどね。うん、で中盤に必中な全体攻撃があるからね、そこが良い取り付く打消しとかね、力ダウンとかで防ごうって書いてあるね。でおすすめはプリチーにいい相性のスザクとか、水属性かつプリチーに良い相性のヤオビクにね。であとね、花公園があるんだよね。で俺花公園持ってないんだよね。花公園持ってる人が今回上位に行けるのかなっていう感じだよな。うん、でさっき良い取り付く打ち消しあるって言ったのが、みんながまあ持ってるだろう、吹雪姫と影オロチと、あスイコも持ってんだ、スイコ持ってんだ、敵単体に水属性ダメージプラス良い取り付く打ち消しなんだ。スイコはな、限界突破2だからな、まだあんまり強くないんだよな自分はね。うん、そしてまあアイテムを使ってってね、これはね、本当にこの時はスコア取りたいって時はね、アイテム全部使って、まあ、やるって感じだよね。うん、そして調整は 5% だからうまく使おうねってことで、調整オロチか、調整オロチもね今ね1しかないんだよね。だからまだ3000台だから、なるほどね。ただ今札が1000分あるんで、オロチを上げるかどうするかっていうとこかな。調整群マシンはね持ってる人の方が少なそう。そして今回の特攻は、ノルカソルカだよね。うん、ノルカソルカいるといいなーってところ。だからガシャねやる人はいいんじゃないですかね。小生ソルカがいた方がスコアがね上がって、ソルカが、あノルカとソルカか両方いるとねさらにいいのかなって感じだよね。そしてジョローグマはね金貨アップだけなんで、うん、まあだから本当にスコア上げるときはこのジョローグマ外してやるのがいいのかな。周回はまあジョログもありでいいと思うんだけどね。うん、そして群馬神は孫権、調整孫権か、そして花公園でね、花公園 5% アップなんだよな、いいな持ってる人。天下統一戦で散々いじめられた花公園がね、うん、まあこの辺もねちょっとガシャがで引けたらね引けたいなと思いますね。うん、はい、まあ、とにかく今回言いたかったことは、編成はね後半戦も引き継ぐよっていうことを特に言いたかったんで、それをねちょっと踏まえて皆さんやってみるのがいいかなと思いますね。国取り戦ね、コインのかけらが追加されたね。なんか普通にその場所でドロップするのかと思ったら、なんだよコインかよって感じだけど。うん、まあねこの辺ね、うん、でもマイルコインの妖怪は落ちないからな、レジェンド召喚はかなり厳しいのはあんまり変わんなさそうかなってとこかな。あとはステップアップガシャとかはまあ自分はパスかな。
あと月額パスがね、パワーアップしてました。お楽しみガシャのねラインナップとかね、毎日宝珠ゲットとかなんかそんな、があってね、良くなりました。お楽しみガシャね、なんか良くなりましたよ。そして宝珠10個もらえるっていうのがあるんで、そして勲功も 10% アップ、経験値も 10% アップ、金貨も 20% アップということでね、まあ天下統一パスね、体験機能もあるの？あ、そうなんだ。1週間の体験版を無料で有効にすることができる。何これ？これは何だろうな。現時点で通常パスが有効なお客様はパスの有効期限が切れた後に体験パス版。あ、そうなんだ。じゃあ自分はまだなんだな。ということで、今何を言ってたかというと、このね、国取りパスとかね、48有料宝珠なんだけど、まあ増えましたよっていうところ。そして、そう、宝珠を10個受け取るっていうのができたんで、なんか得じゃないっていう感じと、かなりね、大当たりにやる気が出てくるもんがあるんで、うん、かなりいいパスになりましたね。うん。まだね、ちょっと自分は、まあ、たまに気力体力出てね、いいんだけどね。まあ、今度、大当たりね、できたらまた報告したいなと思います。はい、じゃあ今回は説明多かったんだけど、そんなとこかな。2段のキャンペーンで、そうだね、月額パスについてちょっと、だからまだ持ってない人はその体験版ってのをね、やるといいんじゃないかなと。自分はもうちょっともう買ってあるので、あれなんですけどね。当時はキャンペーンやってねえのか。はい、そしたらね、最後にレッド J やります。一応レッド J、さっきもまあ説明したけど、まあね、水苦手、ソルカたちがいいといい。ただね、このランキングとか見ると、まあ、自分今723位だけど、これね、いろんな人のね、上位に行ったやり方が出てるんでね、そういうのを参考にしてね、やるといいと思いますね。花公園がいるよな、みんなな。うん。なんでね、他の人のね、やってるやつを参考にして、やるといいと思います。自分はまだね、全然制限解除が2万5000もね、できてないのに、レッド J に釣られてやっちゃったんだけど、まあまあ、S ランクもまだ全然解除してないのにね。ということで、こんなメンバーでやってます。まあね、ニョロロン、ちょっとジョローグマね、本当は外した方がいいのかなと。まあ、でもレッド、まあそうだな、金貨がアップだから、まあまあ周回は上ローグもでいいと思うんだけど、ハイスコアね出したいって時は上ローグもいない方がいいのかなっていうところだよね。スコアただからね。まあトパニャンが役に立つね。トパニャンとあとはね、俺流はね水だからね。こんな感じだよね。さあレッド J、 ここでレッド J がねお払いのお払いがあれだからな。群馬神は一応今 S ランクはちょっとずつ解放してると。でじわじわダメージ、火は得意で水苦手だからね、やっぱ水のダメージはすごいいくと。そして攻撃力今アップしてる、その時にこう、ただ回避は的中率がね大したことはないってことだね。まあ回復だからこのメンバーも悪くないんだけどね。でも前回みたいなね、ジバニャンライトとか特攻で、かつね、A ランクだけど強いみたいなのがいると楽だったんだけど、今回そういうのが、ね、ないからね。前回なんかね、A ランクのジバニャンライトが相当活躍したもんね。という感じ。今んとここんな感じかな。12000がベストかな。
獲得金か2300ぐらいだからね。うん、なんでフィーバーバトルってきたね。これニョロロンダメージアップって感じで、うん、っていう感じで、まあこういう時にねハイスコアでやるのがいいんだろうなって感じだよね。うん、まあちょっと後でやりたいとは思います。はい、じゃあ今回こんな感じにします。でこのブーストもね引き継がれるので、今33なんだけど、まあこの火力というか気力というかそれのブーストもね、後半戦このまま引き継げるので、まあ序盤にねブーストいっぱいかけるのもいいのかなと思いますね。うん、はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこんな感じで終わります。今回ねエッド J ゲットしまして、ね次回のねあのイベントで特攻になるみたいなんで、まあぜひね10凸とね超限界突破目指していきましょう。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。いろいろねあのアドバイスありましたら、あの温かいアドバイスいつもありがとうございます。コメントとかで教えてください。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。